皆さんこんばんは。新宿日曜アニソンバーエメグリのママのゆいでございます。皆さんどう過ごしてございますでしょうか。というわけで本日もいろいろとお話をしていきたいなと思ってます。そうで、なんでおやすくっていうお店がすごく有名になったかっていうのがありましてまあママじゃ、私がそこのお店やってたわけじゃないんだけど、その私が言うのはなんかなんともなく、なんか忍びないっちゃ忍びないけど、まあ全部言いますねまあユージさんもね、全然この動画については大丈夫だと思いますので、で前回の動画だいぶケチョンケチョンにケチョンケチョンというか、なんかだいぶいじりまくったのに面白かったわーって言ってくれたんで、多分大丈夫だと思いますそうで、なんでこのアイスクっていうお店が全国的に有名になったかっていうと、もう一つ挙げるとしたら、まあ面白いで、何が面白いかって言ったら、まあもちろんトークとかね、パフォーマンスとかいろいろありますけども、そのパフォーマンスの一つでですね、もう今では本当考えられないと思いますけども、グラスを割るお店っていうことで有名だったんですよ。わかりますか？聞こえましたか？グラスを割るお店、ワイスク。どういうこと？って感じでしょ？もうすごいバイオレンスな感じに聞こえますけれども、なんて言ったらいいんだろうね。突然割ったりはしませんよ。なんか、突然割ってさ、例えばそれお客さんに向けたりとか、そういうなんかバイオレンスとかサイコパス的なことは全然やってないんですけども、何かの話の流れでさ、あんたうるさいわねとかって言ってガシャンってやったりとか、こんなもん飲めないとかって言って、こんなもん飲めないって失礼だね、今考えたら。飲めないって言ってガシャ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 ってさ、倒して割ったりとかっていうパフォーマンスが、日常茶飯事行われていたんですよ。そう。あとね、私とユージさんがよくやってたのが、グラスでバレーボールごっこみたいのもやってて、まあ私がね、グラスを投げて、ユージさんって、行くよとかつって、ユージさんにこうやって投げたら、ユージさんがこうやって、それをね、グラスをスパイクするみたいな。ね、まあよくあることでしょそんな感じでですね、グラスを割るっていうことが全国的に知れ渡ってしまって、なんてお店だ、どういうことだ、それは面白いみたいな感じで、それを見たくて来る人が多かったですね。いやでもね、私は一ね、店子としてね、本当に今考えたら迷惑な話だし、まあユージさんはね、割ればいいかもしんないけど、ママだしね、毎日ですよ、本当に。毎日、100均に通ってました。なんかね、その当時、24年前ぐらいにちょうど、100均という素晴らしいシステムのお店ができ始めた頃ぐらいだったんですよ。で、たまたま2丁目の近くに、マルショってお店が昔ありましてね、もうマルショの隣の上かなに、100均があったんですよ。ちっちゃいお店だったんですけども、そこの100均でグラスを毎日買いに行くという日々を、店子たちはやらなくてはいけなくて、で、前の日に出勤した人が次の日の人に、昨日、ビアタンが全部割れましたので、ビアタンを10個お願いしますとか、お客様グラスが、半分以上ないので、半分補充お願いしますみたいな感じの、どんな申し送りだよね。本当に思う。でも、当時マジでその100均がなかったら、多分本当に、大変だったと思うよ。だってグラスだって例えば200円とか300円とか普通に買ったらするよね。それが10個とかになって、それが毎日ですよ。どんな、儲かってもさ、どん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 支出として出てっちゃうもんね。だからもう100均はもう素晴らしいお店だと思いますよ、今考えたら。いや、まあそんだけ破天荒なお店だったんですよ。あと、まあ、破天荒シリーズといえば、まあ、三つぐらいエピソードあります。まあ、グラスを割る。で、もう一つがね、ボトルをいただくじゃないですか。ボトルいただきましたって言って、そのボトルをね、ありがとうございますって言って、この天井をね、みんなで、そのボトルで殴るんですよ。で、ガン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 って殴って、
で、ありがとうございます、みたいな感じでやってたんですけども、それを、やりすぎて、天井がね、本当に、2メートルぐらいの穴が開いてしまって、もう、天井がないみたいな、感じの、お店でした。天井がないお店でしたっていうか、まあ私たちのせいなんだけど、私たちのせいっていうか、まあゆるじさんが多分やり始めたことだから、私たちのせいではありません。そう。まあそういうパフォーマンスもやってましたね。で、それを見てさ、初めて来たお客さんビビるよね、そんな。目の前でさ、天井を殴りまくるんだよね。いただいた、お酒で殴ってさ、で、どんどん穴は大きくなってくるしさ、まあ下手したらさ、なんかバキバキってさ、怒ってくる時もあったし、もういただいたお酒で天井を殴るお店でしたね。あと、もう一個ね、あるんですけど、三つ目が、この出し方すごい、おじさんだね。三つ目がね、ぶっかけ祭りっていうのがすごい、ワイスク中で流行ってしまって、お客様がこうやって飲んでるグラスがあるじゃない？まあ、冷たい緑茶杯が入ってたりとか、ウーロン杯が入ってたりとか、まあ、ドリンクが入ってるグラスがあるでしょ？で、私たちもいただいてて、まあ、ドリンクがあるじゃない？それで。で、もうなんかの話の流れとかでさ、お客様とかが、私たちに、ね、バシャってかけてくるのよ、緑茶杯とかを。で、私たちも、てめえやりやがったなとかつって、この、なんか、私たちもいただいたやつをここでお客様にブシャーってかけて、そう。で、それがなんかこう、いろんな人に飛び火して、もう店中でこうやってなんか、ぶっかけ祭りみたいな。本当に。いやもうでもね、これ、結構大げさに言ってるでしょって思うかもしれないけど、本当に結構な頻度で行われてたんですよね。なんか絶妙だなって思うのが、多分それで怒って帰っちゃうようなお客さんがいるときはやってなかったんですよね、多分。なんか、察して。まあ中にはいたかな、もしかしたら。なんかもう、そこまで覚えてないけど。そう、でなんか、お客様と、店子と、まあママも含めね。で、こうやってぶっかけ、こう、もらったお酒をこうぶっかけるっていうのが流行って、もうびしょびしょですよ、毎日私。びしょびしょだし、グラスは割れるしさ、天井は泣いてるしさ、もう、なんてお店だって、本当に。そう、でもなんか本当に行われてて、で、私たちスタッフはね、濡れるって分かってるから、もう T シャツをね、2枚ぐらいは絶対、替えの T シャツをよく持って行ってましたね。そう。あ、でもね、例えばぶっかけ祭りが開催されて、例えば1時間以上ぶっかけ祭りはしないですよ、さすがに。そう、そんな体力さすがにない。なんか、何かの話の流れで、一日の中に、例えば、まあ、多くて3回とか、少なくて1回とかね。そう、そういうのが、行われるお店でしたね。だから、まあ、そういうのを結構、切りつもでいろんなことをやってったら、口コミで、どんどん、広まっていってしまったんじゃないでしょうか、多分。そう。で、やっぱり、できたばかりのお店ということで、やっぱり、若い子、まあ、その当時いたスタッフも全員若かったし、まあ、ゆいさんも若かったし、だからやっぱり若い子がいるお店って、やっぱり若い子がやっぱり来るじゃないですか。お客さんたちもね、私たちの友達もみんな若いし、だからやっぱりその若い感じの子たちが集まる、イコール、おじさんも集まるみたいな。若い子が好きなおじさんもいっぱい来たりとか。結構ね、なんかもうそういういろんな相乗効果で、流行ったお店なんじゃないでしょうか。まあね、ワイスクの魅力というか、もう、いろんなことを話したら、本当にキリがないですけれども、こんな、破天荒なお店で私は働くことになりました。